株式会社 PRN はかつて日本に存在した会社。旧法人名は株式会社プロレスリングノア。2016年10月31日までプロレス団体プロレスリングノアの運営を行っていた。2000年6月16日に設立。2017年2月1日に破産申請。 プロレス団体の運営と関連事業は上渡したノアグローバルエンタテインメント株式会社より引き続き行われている。2000年6月16日、全日本プロレスを離脱した所属選手とスタッフを中心に株式会社プロレスリングノアを設立して、三沢光春が初代代表取締役社長に就任。試合会場であるディファリアケに事務所と道場を構えた。 8月5日、プロレス団体、プロレスリング、ノアの旗揚げ戦を、リファ有明で開催。以降は、所属選手と団体の関連商品の販売、リングマット上の広告料、ファンクラブ運営、テレビ放映権などを得るなどして、事業規模を拡大。東京ドーム、日本武道館、有明コロシアム、地方各地での興行を展開して、 平成18年6月期には売上高15億8400万円を記録。2009年3月、日本テレビでの地上波放送が打ち切り。6月、選手権代表であった三沢が、広島県立総合体育館ショーアリーナ大会での、試合中に事故死するアクシデントが発生。7月6日、田上明が2代目代表取締役社長に就任。しかし、 所属選手の退団や引退などが、相次ぎ工業における集客が減少して、経営状態が徐々に悪化していく。2016年11月1日、株式会社プロレスリングノアから減少後に変更するとともに運営と関連事業をエストビー株式会社に譲渡。2017年2月1日、東京地方裁判所より、破産手続き開始決定を受ける。7月12日、 法人格が消滅。ありがとうございます。